皆さんこんにちは。こんにちは。本日は、7月11日世界便座注意喚起の日ということで厚生労働省へ行ってきました。やってまいりました。薬剤師の皆さんをよく知ってる伊庭さんです。薬をなくす顧問薬剤師の伊庭します。そして、はい、映画監督の増山玲奈です。そして私は、薬物依存の、カウンセラーをしております藤永真希です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日は、伊庭先生の現場からのすごくショッキングなお話がありました。実際に、厚生労働省などが、定期的に入ってはいるけれども、事前に監査がいつ入るか分かるので、その、どのような処方であるとか、そのお薬の量に関してもほとんど、野放しで出されているという現状をお話しされていましたね。そうですね、まあ、簡単に説明すると薬局とかが、はい、本当はどういった薬が出てるかとか、その薬がその病気に対して本当に効果があるのか、その病気に使ってもいいのかってのをチェックするのは本当は薬局なんですけど、実際そのチェックがちゃんとやってたとしても、先生がそんなの関係ないから使え、出せばいいんだっていう指示があってしまうとそのままになってしまう。で、本来なら国のチェックがそこに入って防ぐことができるはずなのに、抜き打ちチェックじゃなくて、少なくとも薬局だと大概が今度いついつにこういった人の情報を持ってきてねっていう風に具体的に指示されるので、その指示された患者さんでさえちょっとそういった流れがちゃんとしょうがなく使ってるんだよ、ギリギリルールの範囲だよって形の作文さえしてしまえば成り立ってしまうよっていうのが現実です。基本的にね、企業のチェックっていうのは抜き打ちは絶対抜き打ちでやるべきことなのに、それがきちんともうスケジュール的に組み込まれてされていたっていうことで、全くそのチェック機能を果たしてなかったってことなんですよね。そうですね、まれに当然抜き打ちで来ることはあるんですよ。そのただ抜き打ちで来るときって大概役とかあたりちゃんとやりくるかどうか、そういうチェックは当然来たりするんですけど、少なくとも薬剤師の一番の仕事である薬歴という記録を取るものに関してはなかなかそういったチェック機能が働いていない。なので京都府の方では場所によってはパソコンでちゃんとログインした時間とか、その記録っていうのをチェックして、これ改ざんしてんじゃんっていうふうにチェックされるところはあるんですけど、少なくとも私が勤めてた時の石川県と愛知県、和歌山県はそういったチェックはないです。なので、こういったところチェック入りますよって言われたら、会社総動員で改ざんに行きます。そもそもなんですけど、薬剤師さんってこう処方箋がね、こう回ってきたとき、あれっていうのがあったときって、疑義照会っていうのが一応、私は義務っていうふうに聞いたんですけど、やっぱりそのおかしいなっていう処方、お医者さんよりも、要は薬物に対しての知識が深いのは間違いなく薬剤師さんじゃないですか。だから、この人にはちょっとこの薬は多すぎるんじゃないかなとか思った時っていうのは、やっぱりまめに必ずしてるものなんですか？そうですね、そこはなかなかグレーなところなんですけど、これはあからさまに間違ってるだろうってやつは疑義照会を必ずしますし、禁止って言われるものに関しては疑義照会をします。でも例えばこんなパターンがある、この先生はそうだからっていう風に、今だったら新しく入ってくる薬剤師であればあるほど、これルール的には疑義照会しなきゃいけないよねってあったとしても、この病院はそうだから、この先生はそうだからって言われると疑義照会しないこともあります。病院ごとのなんか暗黙のルールみたいな、マニュアルみたいなものがちょっと存在してたりするんですか？あります、あります。なので、これとある市ではインフルエンザっていう診断が出てる人に対して、普通はね、ロキソニンとかの強い解熱鎮痛剤使っちゃダメだよっていうふうになってるんですけど、とある市では先生によってはそれをそのまま出しちゃうから確認せず出したっていうような場所もあります。他にも胃薬がダブっててもこういったパターンがあります。ずっと前からダブってる場合はもう触らないっていうふうにやるパターンがあります。これ全てじゃないですよ、しっかりしてる薬剤師さんも間違いなくいますけど、あくまでパターン的に言うと、
大病院と距離が近い薬局であればあるほど、そういった先生との人間関係が優先されてしまって、うん、おかしいと思ってても、うん、もう患者さんに不利益がそんなに大きくないかなと思ったら、あんまり確認しないこともあります。で実際新人の時、これ確認した方がいいですかって言ったら怒られたりそうなんだ。でもなんか本当その病院のマニュアル、今思ったらそうなのかもしれないけど、私もちょっとあの年配のねおじさんにちょっと僕の薬多くないっていうので見せてもらったことがあったら、まあ、確かにすごい量の薬が並んでたの、5、6種類で、パッと見たらなんかソラナックスっていうね抗精神薬が入ってたんですよ、うん、さっきもちょっと話出てきてたけど、で、まあ、そのそこ の, あの病院自体はあの消化器内科だったから、えソラナックス別に飲まなくていいんじゃない、どうせストレスとか言っちゃったんでしょって、これ抜いていいと思いますよ、一旦元気だからって言ったの。そしたら抜けないんだよって言って、なんでそんなお医者さんの言うことを聞いて守ろうとするのって聞いたら、違う違う、これが全部粉状になって一つの粉薬になってるからソラナックスが抜けないんだって言われた。だから要はもうそこの病院はなんかそう胃の症状を訴えた場合にソラナックス、要は抗精神薬入りの胃薬が出ることがマストになっているんだと思って、ちょっとびっくりしたんですけど、まあそんな感じですかね。まあ患者さんの状態によってはもう全部粉々にして混ぜちゃおうっていうのがあって、で優しさっていう考えと、あとは抗精神薬を細かく刻む先生がいるんですよ。でこれも病院とか薬局次第で変わってくるんですけど、半分に割る、あの錠剤って真ん中に線が入ってるんですけど、これを半分に割るっていう作業、あれ意外と知らない方が多いんですけど、薬剤師が 手作業で割るので、割りやすいよわけなんです、なのであの線にきっちりと半分になるわけじゃないので、あれ半分で出すとこっちとこっち量が違うんですよ、右手に入れると変わるんですよね。きっとそう思ってた。それが3分の1とか4分の1量とかになるともっと変わってくるので、合わないじゃないですか。なので病院によってはもう粉にするっていうルールの場所もあるはあります。なのでそういった可能性もあるかもしれない。ちょっとそれはね、内容見てないとなんと見えないですけど、粉にしてるっていうのは状況によっては、まあ、そういったこともあるかもしれないって一概には言えないんですけど、そんな裏話も教えてくれる薬剤師的ですねじゃあ本当はその医師 の, あの処方する前の段階でこういった薬を出すけれども、これにはこういった副作用の可能性もあるし依存症になる可能性があるということをお医者様がちゃんと伝えなければならないというようにしっかり、ね、現状はガイドラインを作らないと防げないっていうことなんですよね。か本当は薬剤師がもっとアメリカみたいに地位を向上させて、もう少し力をつけてもらって対等、まあ多少の上下はあると思うんですけど、対等に専門家同士で意見を交わしちゃうことができれば、この人睡眠薬いる？いやいらないでしょみたいな会話になると思うんですけど、そうじゃなく今の医療は医師薬剤師なので、なので医師が決めたことに対して薬剤師が口を出すと、お前は何を言っとるんだ、でひどい場合だと出てってもらってもいいけどって言います、うん、なるほど、潰れた薬局とかがあるって言いますよね、うん、じゃあちょっと業界がおかしいなと思っても、うん、薬剤師の先生であるとかなかなか声を上げづらいっていう状況があるんですね。そうですね。でお医者さんみたいにじゃあフリーで何かしてなんとかお金がもらえるわけじゃなく、うん、薬剤師ってそれなりにお金もらえますけど、アルバイトになってしまうと、はい、多分一家支えるほどの金はそんな入らないんです、はい、まあ一家支えるぐらいならできるかな、バイトでも。でもやっぱり今の仕事をしないと生活が維持できないっていうのがあるから、疑問に思ってても機械的にやるしかないっていう薬剤師さんも実際はいます。宝の持ち腐れですね。知識があるのに使えないっていうか、自由にね、うん、分かりました。今日はいろいろあのこの便蔵、うん、注意管理の日に、うん、現場の貴重なお話を聞かせていただいてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。私たちまた8月も薬物の根絶のリレートークにも行ってきます。We'll be right back.